れで記録されてるんですね。しかしその中で立ち直ってきてるんです。もう1回はもう村全体のかなり重要な中心部が、ね、焼け落ちた時もあったんです。全て焼け落ちてもみんな呆然として写真なんか写ってましたけども、そこからまた復興してってるんですね。しかしそれが今回の場合は復興できないという、そういうあの本当に普通の災害と違うということがですね、まあ、自然災害、そういうあの火災も含めてそういうものが今まで数限りなくですね、遅い、そしてそれを乗り越えてきたですね、飯舘の場合にものすごく、鮮明になっているなというふうに、感じます。ちょっとあの、最近思っていることを話させていただきました。それで、先ほどですね、新井先生が福島 その事故の、で住んでたところに戻れなくなっている方は国内難民だというふうに言われたと思います。これもう皆さん忘れてたかもしれませんが、今見ていただいている10条の次に国内強制移動に関する指導原則というのの原則18というのをもう一回引用してきました。これはですね、この子ども被災者支援法を作るときに、こういうものを見つけてですね、これが使えるということで、まあ、一生懸命、国会議員を説得したりするときに、まあ、使ったものなんですけれども、改めてこれを見てみると、この原則の18にですね、全ての国内避難民は適切な生活水準に対する権利を有する、そして管轄当局は状況の遺憾を問わず、かつ差別することなく次のものを与えなければいけない、まあ、食料や水もあるんですが、基本的な避難所及び住宅ということが書いてあります。これが国の責務なんですね。で、この災害というのは、原発事故のような人為的な災害も含むということがはっきりこの、原則の中にうたわれています。自然災害だけじゃないんです。戦争や自然災害、人為的な事故、そういうものによって、その住宅を追われている人にこういう権利があるんだということが、まあ、はっきり示されている。で、まあ、今日私が呼んでいただけましたのは、おそらくこの次の今年の7月に日弁連が出しました、原発事故避難者への仮設住宅等の供与に関する新たな立法措置を求める意見書、まあ、皆さんこういうものを目に留まったかどうかなんですが、弁護士会としては、まあ、こういう活動をずっと続けていてですね、今の現状から見て、こういう措置が必要であるという意見書を今年の7月に公表したばかりです。で、このポイントをご説明しますと、避難者に対しては人命最優先、柔軟性、生活再建継承、救助費国庫負担、自治体基本責務、被災者中心、この6つの原則に準じた総合的支援をしなきゃいけない。そして住宅供与期間を長期化させなければいけない。これは災害の、その自然災害の場合の仮設住宅が短期で足りるというのはですね、それはちゃんと復活できるからなわけですよね。しかし原発事故の場合はそこに戻れないわけですから、別の住宅をきちっと建てる以外にですね、仮設から出ていくことができないわけです。元いたところに戻るということができなくなっている人が非常に多いということ、この点をはっきり押さえる必要があると思います。で、避難者の意向や生活実態に応じて機動的かつ弾力的に転居を認めなければいけない。転居を認めないというのが今の原則になっているわけですが、これは非常によろしくないということです。それから新たに避難を開始したい、まあ、1ミリから5ミリはその避難の権利があるということが、まあ、チェルノブイリ法でも謳われているわけですが、まあ、こういう制度を採用し、新たに避難を開始する場合にもですね、ちゃんと、住宅を供与することを認めるべきだ。そして5番目、これ重要だと思いますが、国の直轄事業として避難者に対する住宅の供与を行うべきだと。災害における自己責任とか、そういう損害賠償でやるんだとか、そういう問題ではなくて、もう住宅そのものを国が給与するという、そういう考え方の転換に立つべきではないかと思います。有償の住宅への移転や切り替えの斡旋、これがまあ全国で行われてですね、皆さんの不安を生んでいるわけですけれども、そういうことは、積極的に行ってはならないことであるということを申し上げたいと思います。この、レポート結構長いですが、次のページの意見の理由のですね、避難者の実情というところの災害救助法に基づく運用を継続することの問題というページがあると思います。
この中にですね、ここちょっとぜひとも読みたいと思うんですが、将来が見通せない、いつまでも暫定的な状態が継続しているという事実は著しい不安感や将来が見通せない絶望感となって避難者の心身を蝕んでいる。福島県の災害関連死者数は同じ被災地である岩手県や宮城県と異なり、災害直後ではなく半年後から1年後にピークを迎えている。これ自体避難者の避難生活の過酷さを物語っているが、仮設住宅等に入居して相当期間が経過した後も災害関連死者数が高い水準で発生し続けている。避難生活の過酷さとこれに対する支援策が十分でないことを物語っている。次のところもちょっと読ませていただきますが、これはビクトル・フランクルの夜と霧からの闇、一節ですけれども、避難者の過酷な心理はかつて暫定的なありようがいつ終わるか見通しのつかない人間は目的を持って生きることができない。普通のありようの人間のように未来を見据えて存在することができないのだ。そのため内面生活はその構造がガラリと様変わりしてしまう。精神の崩壊現象が始まるのだ。全員とは言いませんけれども、その本当に仮設で住み続けている方々の中にもですね、新しい人生の目標、この原発事故にも絶対許さないぞと、そういう思いで立ち上がっている方もいるわけですけれども、やはり僕たちが拝見しているとですね、本当にどうしていいかわからない、自分の1年後2年後という生活を全く見通せない、どうしたらいいんでしょうかと、そういう状態に置かれている方が非常に多いというふうに、思います。それで、求める法、制度の法的なポイントは先ほどご説明した通りです。そろそろあと10分ぐらいでまとめた方がいいと思いますが、医療費支給健康調査に関する新たな法律制度を求めてという部分に移らせていただきます。ここに引用しておいたのは去年の10月に、広島で行った人権大会の決議です。で、ここではですね、検査をきちっとやっていくということが非常に重要であるということ、今回僕は非常に疑問に思っている点は、原発事故直後のですね、要素被曝についてですね、きちんとした検査、データが取られていない、したがってそれがなかったことにされてしまっているという点が非常に僕は疑問だというふうに思います。また内部被曝に対処するための、継続的な十分な体制というものもきちんとできていないのではないかと思います。で、国が主導して健康調査を行う、今福島県が中心となって健康調査を行っているわけですが、1ミリシーベルト以上の被曝をした地域というのは福島県に限りません。相当広範囲の関東地域のですね、その栃木県であるとか茨城県などにおいてもそういうことがたくさん起こっているわけで、広範囲の健康調査というものをきちんと、行っていく必要があるのではないかと思います。それから被曝の影響については専門家の間で意見が分かれているわけで、これがどういうその経過になっていくのか、科学論争になっていくのかもしれませんが、データがきちんと提供されてそれを見ながら判断できるという形にしないとですね、非常に不公平な科学論争になってしまうと思います。で、私どもも昨年ウクライナに行ってですね、ウクライナのお医者様たちの話を聞く機会があったんですけれども、明らかにその、原発事故以前とは違うその子どもたちの健康状態が生まれているというふうに、はっきりおっしゃる先生もいるわけですね。しかしそれに対して、いわゆる原子力村の科学者たちはデータを示せと、ちゃんとしたデータが出てきてないではないかと。でもそのデータに信管しているところがそれを独占していて、普通の人にはそれを提供しないとしたら、そのきちっとした研究などできないわけですね。そういう意味でこの括弧5、プライバシーとデータの公表という部分ですけれども、確かにこの健康調査の結果は言われない社会的差別につながる恐れのある情報を含んでいますので、このプライバシーには十分配慮しなければいけませんけれども、この痴漢とその
どの程度被爆をしているか、そしてその人の健康状態がどうなっているかという客観情報、これを複数の医療機関に提供してですね、調査と検討の機会を与えるということが極めて重要なのではないかなというふうに思います。複数の独立した機関によって長期間にわたって疫学調査が可能な体制を作っていく、まあ、そういうふうにしないとですね、真実は絶対に明らかにできないのではないかというふうに思います。最後にまとめになりますけれども、第4の課題の整理と今後の展望というところですけれども、福島原発事故の特殊性を踏まえて住宅支援を国の施策とするということ、先ほどからのちょっと繰り返しになるかもしれませんが、原発の災害というのは取り返しがつかない、故郷にいつ帰れるかわからない、避難者に対する住宅供与期間は長くなることが必然性があるということです。で、設備の良くない仮設住宅に住み続ける苦痛よりは、放射能汚染があっても自宅に戻りたいという考える方もいるでしょう。しかしそこにはコミュニティはないし、農作業の喜びもない、もう故郷を放棄するというふうに決めている方々もいます。しかしその故郷を放棄すると言っている人たちも、先祖代々の墓を守り続けるためにそこにずっと通い続けなければいけないという覚悟もしているんですね、墓を守るために。したがって、だからまあ本当にその元のあったお家も守りながら避難先で暮らすというような、そういうことをその決意している人たちもたくさんおられます。被害者が人間の尊厳を維持して生活を続けるためには、住宅支援というのは国の責任で整備する必要がある。避難者に対する損害というのは、東電によって完全に賠償されるべきですけれども、私どもが、弁護士がいくら頑張ってもですね、本当に完全な賠償を実現するということは至難の業です。できない部分があると思います。その場合に、避難後の、住居も転居も含めてですね、避難先がどの自治体であるにもかかわらず安定的かつ充実した支援が受けられなければならないし、住宅支援について国自身がきちんとした政策をとっても、先ほども国自身が住宅を供給するべきであると、これは全ての被害者というか、実際に損害賠償でそこまでできた人についてはそういうことをする必要はないのかもしれませんけれども、十分な損害賠償が得られず仮設住宅に住み続けるしかないような人たちに対してはそういう援助が必要なのではないかと思います。それからこの健康診断と関連医療を無料化していくということ、これについては近隣県も含めて政府が主導してですね、追加放射線量が1ミリシーベルトを超えている地域についてはきちっとした健康調査を定期的に行っていくべきだと思います。それから因果関係論争、疫学論争、確率論争によって被害者の医療の機会が損なわれることがないように、こういう1ミリシーベルト以上の地域の方々に一定の疾患、このリストを作っていくということについてはウクライナでも経験があるわけですが、こういう疾患を生じたときは因果関係の立証を求めることなく無料の医療を保障するべきである。因果関係の立証を求めた途端にこの制度はダメになります。こういう地域に住んでいてこういう病気にかかったときは無料の医療が受けられるという制度を明確に作るべきだと思います。そして、行政や企業から独立した複数の機関によって調査と分析の機会というものを保障しなければいけない。プライバシー保護に留意して調査結果データを匿名化して個人が識別できない状態で分析検討結果とともに公表していく、こういう制度が必要なのではないかと思います。最後になりますけれども、今日もここに、この問題に関心を持っていただいている方にたくさん参加していただいているんですけれども、この問題が最終的にきちんとした制度になっていくためには実際に被害を受けた、そして住む場所を奪われ健康の不安を覚えている人たち自身が立ち上がる、そういう状態を作っていく必要があるというふうに私は思っています。チェルノブイリ法地震もですね、命がけで原発事故の収束のために戦ったリクビダートルの人たち、
そしてプリピアチの人たちの住民、こういった人たちが政府に対して強い働きかけを行って、まあ、キエフの街を埋め尽くすようなデモなどもあったそうです。そういうものを通じて、このチェルノブイリ法というような制度は作られていった。権利のための闘争を通じてですね、その権利というのは確立していったという、そういう過去の歴史があります。この我々が作った、まあ、現にできたけれども、なかなか実行されていない子ども被災者支援法も、そういうものとして作られたはずなんですけれども、まあ、そこに、どうして魂が入らなかったのか、やっぱりそのこういう運動的な裏付けというかですね、福島の人たちを中心とするこの被害者が、本当にこの制度をきちっと求めるという、そういうものを、そういう動きというものを作っていく必要があるのではないかというふうに、思っています。最初の話にちょっと戻ってしまいますが、今回ですね、僕が引き受けている飯舘村の集団提訴、集団申し立てというのは3500人の人たちが参加する、この村は大体人口6000人ぐらいだったところで、もう先行して ADR の申し立てをしている地域、蕨平とか長瀞といった地域もありますから、残りの住民の方の7割近い人たちが、この申し立てに加わって戦おうとしている。この原発事故糾弾というのがですね、この申し立て団についてるんですね。もう原発事故を許さないぞという、そういう怒りの決起が起こってきている。まあ、僕はこの動きに非常にその、皆さんの本当の苦難に寄り添わなければいけないと思いますし、この状況をその自ら戦うことによって切り開いていこうとしている人たち、まあ、それは飯舘に限らず福島県の中でこれからたくさん生まれてくると思うんですけれども、そういう動きを作っていかなければいけないと思います。チェルノブイリ法ができたのはチェルノブイリの事故が起きてから5年目なんですね。この制度を作るのに5年かかっている。その5年かかったものを支援法を作るのを1年で作ったから日本がの方がうまくいってるかなと僕は思ってたのがありましたけれども、まあ、うまくいってない、現実にうまくいってないというふうに言わざるを得ません。しかし、チェルノブイリで5年かかったもの、今3年半なわけです。そして、もうようやくというか、なんて言うんでしょうね、皆さんもうしびれを切らせて、もう戦わなければ自分たちの権利は実現できないという、そういう思いの福島の人たちの決起が、起きてきたということ、これは非常に、画期的なことですし、これをその日本全国の国内の人々の、応援でですね、支援していただければ、こういう制度を実現していくことができるのではないかというふうに、私は思っております。飯舘の村民の皆さんに代わりまして、皆さんに、ご支援をお願いしておきたいと思います。11月の16日の日に、その福島原発告訴団とその飯舘のこの救済申し立て団の共同呼びかけでですね、原発の事故の被害者の方々が、福島の、福島市公会堂の1000人以上 の, 入る公会堂ですけれども、そこに集まってですね、大決起集会を開くことが決定されております。そういうこともありますので、どうかよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。50分までということですけども、質問1問ぐらいはお答えできますかね。はい、ではすみません、時間があるので1問、どなたかこれは聞いときたいという方がいらっしゃったら1問のみ受け付けたいと思いますので、挙手をお願いいたします。なければこのまま、あ、いらっしゃいました。はい、お願いします。これのみとさせていただきます。ご了承ください。日本のですね、賠償制度でこの賠償金額の考え方というのをですね、180度転換するようなことっていうのは不可能なんでしょうか。今楓さんのご説明あったのは、私から見ると90度ぐらい変わったかなと。もっとですね、要するに被害者の、要するに事故前の現状をですね、完璧にその実現、再生、再建、レコンストラクトせよという、そういう発想で、その賠償保障制度の法的な発想をですね、根本転換する必要があるんじゃないかというふうに僕なんかは思うんですけれど、ちょっとご意見をお願いしたい。私も全く賛成です。で、そういうことをですね、各地でその原発事故の損害賠償の、取り組んでいる弁護士は法廷で主張しております。
特に、理論的支柱になったのは余計本さんなどがね、たくさん論文を書いてくれていて、それが、受け入れられる裁判所も出てくるかもしれません。しかし、正直に言って東京電力が今皆さん被災者の皆さんに提示しているのはそれよりうんと低いレベルで、 ADR でやったら少しは高くなるんですけれども、今田中さんが言ったようなところには達しないというのが実情なんですね。だから損害賠償を上げていくということにももちろん取り組まなければいけない。しかしやはり、そのとりわけで古い家に住んでいたような方についてですね、新しい家に住むというのはそれはやっぱり、損害賠償というよりは国の施策としてですね取り組む余地があると思うんですね。そういう面もあるということをですね、僕はその損害賠償とこの国の施策というものを車の両輪にしてですね、被災者の皆さんが元と同様の生活が送れるように、していくというのが、我々の責務なんじゃないかなというふうに思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。住宅支援と喧嘩別の会館で、衆議院第二委員会館で自分での共謀罪のシンポジウムやってるんで、そちらにも出なきゃいけないんでこれで失礼いたします。ごめんなさい。ありがとうございました。住宅支援と健康調査に関する新法の制定について海戸弁護士よりお話をいただきました。この後あるということですのでここで退席をするということです。本当にありがとうございました。ここで、お忙しい中川田隆平議員がこの会場に来てくださいましたので一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました参議院議員の川田です。私自身は今議連の幹事長、議連の事務局長をやっておりまして、それで今この今皆さんがこれから政府に要望事項の中に入っております健康調査についての法律の今進めております。それからもう一つは医療についてのこの法律も進めているところですが、特に今先行してこの健康調査の法案を実施法をですねしっかり作っていきたいと思っております。この閉会中もですね実はこの法案についての今各党の実務者の人たちに出てもらって会議を重ねておりまして、で今それを法制局と参議院で出せないかということで今詰めているところです。でこの法律はやはり今皆さんにも中身を示したこともあったと思うんですが、やっぱりこの甲状腺がんについて、それをどういうふうにこれを治療できるようにしていくのかということもありますし、それからもっと言えば甲状腺以外の医療についてもどういうふうに見ていくのかということも含めてですね、本当にこれ検討していかなきゃいけないところがあります。それからどの範囲にするのかとかですね、いろいろとまだ検討事項がありまして、なかなか法案にしていくというのは非常に難しい作業をしていますけれども、できるだけこの早く今一日も早くこういった法律は望まれているということで、できるだけ早く法律を作りたいと思っています。できれば臨時国会にも提出できるようにというふうに考えておりますので、これから各党が超党派でやっている法案でもありますので、各党内での手続きも含めて考えていくと、本当にこの国会が短いので、本当にこの11月の30日までという日程の中で、本当にこの法案をまた作っていくということは非常に大変なんですが、できるだけこの臨時国会で出すということは、しっかり進めていきたいと思ってますし、本当に成立までということですとまだかかりそうですけれども、できるだけこの、今の状況では与党を巻き込んだ形での法律にしていかないと通らないということですので、そういう状況の中で、できるだけの法律を作っていきたいというふうに思っています。実は議連のメンバーにまた新たに与党からも入ったりとかですね、新たな動きもありますので、ぜひこの法律をぜひ作っていくということで、いろいろと今まで大臣だったりしてなかなかこの法案の、発議者でありながら議連の活動ができなかった方もいましたし、そういう意味では今後大臣ではなくなった人も含めてですね、ちょっとまだ話してないですけれども、こういう議連の活動にもう一回戻ってもらえるかどうかということも含めてこれからしっかり進めていきたいと思っています。他に、ぜひ皆さんからも今日政府の方に
要望していただけるということですので、まあ、ぜひこういった国民的な声をですね、やっぱりぜひ広げていくことが法案を作っていく上ではとても重要だと思っていますので、まあ、ぜひ福島だけではなくて本当に福島以外の地域の人たちにもやっぱ医療費ですとか、まあ、調査をしっかりしていくとかですね、この、まあ、いろんな、まあ、これまでの政策でいろいろ、まあ、自治体で先行している事例などもありますので、まあ、そういったことも含めてですね、やっぱりぜひ国としてしっかりできるようにということをこれ法案にしていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。川田議員もお忙しい中この会場に足を運んでくださいました。この後も公務等ございますので、このまま退席ということでございます。お忙しい中本当にありがとうございました。それでは続きまして、式次第の内容でいうと3番になりますね、避難者支援に関する自治体調査の報告、まあ、こちらは、住宅支援、保養などになりますが、自治体議連の事務局長であります新潟市議会議員の中山仁志よりご報告を申し上げます。お願いします。皆さん、今日お疲れ様です。この子ども被災者支援法推進自治体議連の、事務局長で、それから今日配られた資料の避難者に対する自治体の支援策及び住宅問題等に関する調査、の共同で調査を行いました福島原発震災情報連絡センターの共同代表でもあります、新潟市議会議員の中山と申します。資料を見ながらで、少し説明させていただきたいんですけれども、我々の問題意識としては、避難者が、まあ、各地域いろんなところに避難されているわけですけれども、そこで、さまざまな自治体の人たちがその避難者の現実状況に応じてさまざまな支援策を講じています。でその支援策の中には国から財源が保障されたものもあれば自治体で独自で行っているものもあります。でそれ自体はまあ非常に積極的に評価できることでもあるんですけれども、しかしその避難者にとっては避難した先の その自治体の その施策によって生活が左右されるというような状況が一方であるということは、やはりその、各自治体が避難者 のニーズや、状況実態に応じて、行っている施策というのは、それはもしかしたらもっとその全国共通の各地に散らばっている避難者共通の課題を反映しているのではないかというようなことも考えるべきだというふうな問題意識から、この自治体でのその施策がどうなっているのかということを調査してみました。で、お手元の資料 の A4 横の方のこう細かいエクセルになっているところをご覧いただきながら少し説明させていただきます。個別の一つ一つを説明すると大変なことになるので、簡単にその全体的な状況をお知らせしたいと思うんですけれども、まず自治体がそれぞれいろんなこの支援をやっていると、今度また国と都道府県とそれから基礎自治体の関係もあります。でまず一番上のところが東京都で、東京都は水道料金の減免という措置をやっていて、東京都の場合は東京23区の上水道を管理しているので、そこに住んでいる方が避難者の方々は減免になると。もちろんそのいろんな状況に応じて減免の程度とかいろいろあるんですが、それから23区以外はそれぞれの自治体で運用しているところもあるんですが、そこには東京都の補助が行っていて、一応その東京都内に住んでいる避難者に限ってはそうした何らかの減免措置があるということが分かっております。でところが他の都道府県でこういった措置というのはほとんど我々聞いたことがないんですね。ですから、まあ、東京でこういうことができるのであれば、私のいる新潟県とか他の自治体でも、できれば、やれれば本当はいいんだろうというふうに思います。
で、ところが東京の場合は特別な事情で、他の都道府県というのは上水道、下水道というのは大体基礎自治体が運営してますので、そこでそういうことをやろうとすると、まあ、財源の問題とか、その自治体のその能力の問題が出てくるので、そうしたまあ課題があって、なかなか他の都道府県というか、他の自治体ではできていないという現状があるわけです。でそれから、それ以下の、東京都以下はその各23区や、基礎自治体のさまざまな支援策が書かれています。で大体やっぱりその各自治体でやるにはやっぱり限りがあって、いろんな情報提供であるとか、それからいろんな手数料の免除であるとか、そういったものが、まあ、ほぼ中心になっています。ですから劇的なこれはというような支援策というのはなかなかない。ただ細々したことではあるけれども、やはりその避難者の方々の実情に向き合おうとしていろんな政策が展開されているということが分かると思います。ですからこういったその、表を見ながら自分の自治体のところではどうなっているのかというようなことも考えていただいて、今日は議連の参加メンバー他いろんな方々参加されていると思いますので、他の自治体でこういうことができるんであればうちの自治体でもやるんではないかというようなことの議論にも役立てていただきたいというふうに思っております。それからこのエクセルのカラムの3番という項ですね、緊急雇用創出事業うんぬんというやつの避難者に直接関わるその事業なんですけれども、これは、まあ、国が3.11 を含め、その近年のいろんな不況に対応して緊急雇用創出事業というのをやっていて、その補助金を都道府県を通して各自治体に下ろしているんですけれども、そのうち避難者の直接雇用に結び続けるような事業がこの数年間やられてきました。でところが、この対応を見てもやっぱり自治体で対応さまざまで、もともとそんなものは利用してないところ、それなりの避難者数がいるにもかかわらず利用してないところもあれば、積極的に利用しているところもある。なおかつこれが今年度から廃止になっているんですが、廃止に伴ってやはりそれかわいそうだから自分たちの自治体で国からの補助金はなくなったけれども継続、同じような事業を継続しようというふうに対応しているところと、で国の補助金がなくなったんだからもう打ち切りましょうというような対応の差も出ているということがこの表で、分かるようになっております。で、もう一度またそのさっきの2番、大きな2番の項目をざっとこう見ていただくとですね、ちょっと今個別にはパッと探せないんですけども、今年度いっぱいで事業が打ち切りになるようなところがやっぱりそろそろ出てきています。先ほどのその国の補助事業のこともそうなんですけども、大体今年度から来年にかけてやはりこうしたその国や自治体のその様々な支援事業が打ち切られたり縮小したりするという傾向が出てきているので、これからその避難者の生活をどう再建していくのかということについて、やはりこうしたバックグラウンドとなるようなその施策の背景について私たちはちゃんと見ておく必要があるというふうに思います。それとですね、あとはそのこのカラムの5番、6番、避難者への住宅支援についての意見や避難者支援に関わる、課題等についてご覧いただくと、全自治体が回答しているわけではないんですけれども、やはりその住宅の雇用期間の延長であるとか、それから自治体だけで枕のはなかなか大変だとか、それから今後 そのどういうふうに、その現地にもともとの出身地に戻っていくような人たちも出てきている中で、自治体として自治体の事業として、継続のあり方をどうするか再検討しなければいけないといったような問題意識が挙げられています。で、それから我々の調査はちょっとこの今回の資料には収録できなかったんですが、千葉県でも同様 の調査を今やっておりまして、ほぼデータは出揃っているんですが、それは整理中なので、いずれの機会で、東京や千葉、それから私の地元である新潟、いくつかの自治体で特に避難者の方々が多いような事態を中心にして、こうした資料をまとめて、データをまとめていきたいというふうに思っております。それとですね、雇用について、これ一覧表ではなくてこの一覧表の一番最後のページにまとめました。で、雇用プロジェクトについては、民間の団体がいろんなことがやっていますけれども、自治体としての支援というのはなかなか少なくて、東京都でもここに掲げている調べる限りでは5つぐらい の自治体が雇用プロジェクトに対して、自分たちがいろんなキャンプをやったり、それから民間の団体への支援をやったりと講演をやったりというようなことに取り組んでいます。
で新潟でも扶養に対して、今年から50万 の、 市民グループに対して補助を出すようになっていて、まあ、ある程度のことであれば基礎自治体でもいろんな支援ができるんではないかと思っておりますので、参考にしていただきたいというふうに思っております。で、それを改めてちょっと押さえた上でですね、1枚目 の、 調査の、まあ、総括的なことをさらっと紹介したいと思うんですけども、まず一番として、まあ、今見たようにさまざま自治体 の、 対応が非常に異なっているという現状があるということをまず押さえていただきたいというふうに思います。でそれは自治体 の、 その積極的な施策である側面と、冒頭申しましたようにこれが被災者のニーズに基づくものであれば、自治体だけではなくて国がちゃんと責任を持ってやるべきだというふうに我々は考えております。それから、避難者の住宅問題につきましてですけれども、これはこの資料に、少し紹介してあるんですが、各、公営住宅ですね、区営住宅とか都営住宅とかいろんな住宅に入居している方々がいらっしゃると思うんですけれども、実は外側から見ると全く同じように、その自治体役員の支援を受けて暮らしておられるので、外から見ると全く同じ状態なんですが、実はその、お金の出どころが違うと場合があるというのが分かりました。というのは民間 の、 借り上げ制度というのを皆さんご存知だと思うんですけど、民間住宅に入っている避難者の方々の家賃の、上限の6万円ですかね、それを補助するという制度があって、これは国と、被災地と都道府県のスキームなんですが、それを利用しているところと、同じ区営住宅でも単純に自分の自治体の直接の提供、自治体が家賃を負担するというところがあります。でこれは暮らしている人にとってはいずれにせよその何らかの補助があるので、一見なんだ問題ないようにも思えるんですけれども、実はその自治体が独自に提供しているところというのは一見自治体の積極的な施策であるというふうにも評価できるんですが、その借り上げ制度のスキームには載っていないために、その自治体の裁量でそれを苦戦打ち切ったりとかやめたりということができるというのは、実際にその関西の方ではそういうことが生じているという報告があるので、これはちょっと注意が必要で、借り上げ制度ももちろん借り上げ制度も自治体の都合によってやめることはできなくもないんですけども、その自治体が自分たちで提供している住宅支援というのは、まあ、そういう側面もあるということを一応その問題として押さえておいていただきたいというふうに思っております。それから、それから先ほどの楓弁護士のにもあったように住み替え問題について、これはまあこの表ということではなく日常的に我々が接している避難者の方々 の、 声でもあるんですが、とにかくもう避難して3年以上経過して、もうやがて4年になろうとしているわけですけども、子どもたちの成長とか、家族構成の変化に伴って別のアパートに移る必要というのは当然出てくるので、ところがそれは今認められてないということで、これはその今の災害救助法のみなし仮設の延長でしかこの住宅共有が得られていなくて、子ども被災者支援法で謳われているその住宅 の、 確保ということが何だ実現していないということの、表れだというふうに思っております。それから、公営住宅への入居の円滑化ということが国の方針として出されていて、今後その、復興庁と国交省の方で、各公営住宅へどんどんその避難者を移したいと、民間の借り上げとかからそういうところに移して、なおかつこれはお金をちゃんともらうという制度なんですけども、それについてはこの表に収録することはできなかったんですけども、そもそもじゃあ各自治体の都営住宅とか公営住宅、区営住宅がどれぐらいのキャパシティがあって、でどれぐらい そういう余裕、避難者向けに提供できる余裕があるのかということを調べてみました。そうすると大都市では大体その数十倍、場合によっては100倍の競争率なんですよね。でそういったところに収入要件をその避難者の場合は2分の1にするという、普通の人よりも低い条件で入居できるようにするとは言ってるんですけども、そもそも提供できる個数が非常に少ないというところで、その現各自治体に暮らしている市民の皆さん、特に高齢者とか貧困層の方々と利害がこう衝突するわけで、この公営住宅の入居の方針というのは非常に問題があるというふうに我々は考えております。あとその3番は、先ほど申しましたように自治体から出ている意見として、住宅の長期化に向けた予算措置であるとか、
それからその様々な制度でいろんなこう形で、先ほども述べましたけれども、雇用促進住宅に入っていたり、都営住宅に入っていたり、いろんなその制度が混在しているので、その自治体としてとにかく避難者の動向の把握が困難であるといったような現状も挙げられています。それから自治体によるその施策では問題や限界があるといったようなことがありますので、こうした現状を我々把握して、国に対して必要な要望をしていく必要があるというふうに思っております。とりあえず私からの報告は以上です。ご清聴ありがとうございました。何か質問がありましたら、お願いいたします。借り上げ制度のところがちょっとわからなかったんですけど、自治体が辞める監査の方のこととか、ちょっと早口でちょっと理解できなかったので、ちょっと説明してください。ですね、借り上げ住宅は災害救助法に、基づく仮設住宅を、の、拡大解釈という形なんですね、もともとは。で、民間 の、 アパート、そもそも最初の応急仮設住宅から民間のアパートに移った、その民間のアパートを、みなし仮設住宅として認定して、その費用を災害救助法ではまずはとりあえず今の制度としては、その家賃の一部を最終的には国が、面倒見るんですね。福島県を経由してなんですけれども、そういう制度で、借り上げ住宅というのは今成り立っています。で、ところが自治体によっては自分の、持っている市営住宅とか府営住宅をその借り上げ制度の請求、借り上げ制度に基づいて国、福島県、を通して国に請求するのではなく、自分たちがその家賃を負担している自治体が結構あるんです。で、これはここまではいいでしょうか。その制度上ではなく、自分たちが直接提供している事態があると。で、ところが、これは一見その積極的な施策であるというふうにも見えるんですけれども、これもその国の災害救助法とか、そういったものに一切基づかない措置ですので、自分たちの判断や都合で、やめると、もう打ち切りですよというふうに言っているところがあるらしくて、関西の方で、7月の、この住宅問題、避難者の住宅問題に関する全国集会で、関西の方の弁護士さんから報告があったんですが、その もともとの制度に基づかないものなので、自治体の都合でもうやめますよと、で出てきてくださいというふうに言っているところがあるという実例があるので、その自治体が直接提供しているところっていうのは、そのいつが打ち切りになるかっていうのは見通しが立たないという現状があるという、はい、ちょっと複雑な話で恐縮なんです。ありがとうございました。もう一方質問がいらっしゃるということなんですけども、すみません、お忙しい中、国会議連より福島みずほ議員が駆けつけてくださいましたので、ここでご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。どうも皆さん、こんにちは。ずっと何度も何度もこういう行政交渉を積み重ねてきていらっしゃって、そして、この間も住宅支援やさまざまな点で、とりわけ国会の中で住宅支援などについてしっかりやるぞというところがここと、いくつかに限られてしまっているので、子ども被災者支援法、日野さんがご本を出されましたが、子ども被災者支援法に基づいてしつこくでもきちっと現実的にやるぞという活動を一緒にやっていきたいというふうに思っています。で、ですね、子ども被災者支援法の国会の議員連盟の方なんですが、今健康調査で法案を作れないかということで議論しています。でもそもそも環境省だけやるのはおかしくて、厚労省ももっと前面に出てくるべきだとかですね、という議論もあり、そして福島県の
健康調査と子どもに対する、それから福島県外の健康調査の関係をどうするかとか、どの程度やるのかとか、あるいは福島県やいろんなところに引っ越した人の調査をどうするのかとか、健康診断の中身をどうするのかとか、たくさん議論があります。で、昨日はそれで浪江は健康手帳っていうのを交付しているので、浪江の今野課長さんに来ていただいて、浪江の中での取り組みについて、具体的にまあいろんな話をまあお聞きをしました。で、まあ、なかなか結論が出ないところもあるんですが、十分いろいろヒアリングをやりながら法案を作るとすれば、まあ、できれば本当に成立するように、健康調査に関して、まあ、前進してやれるようにと思っています。でもなかなかあの健康調査一つの法律を作っても議論しなければならない、何を獲得目標にして福島の健康調査とどうすり合わせをするのかっていう問題もあり、まだそのヒアリングをしたり、昨日浪江の話は非常に有益だったとは思うんですが、まだ議論の最中です。まだもう少しあのまた議連で議論をするので、あのまだ逐一あのご報告ができればというふうに思っています。何かやらな、何かというか、とにかく政治の場面でやらなければというので、まあ、そういうことをやり続けているということを、まあ、ぜひあのご報告して共有できればというふうに思っています。で、今日議論になる住宅支援や保養や、まあ、健康調査や医療支援やさまざまなテーマに関して、まあ、山田先生も講演をされますが、あのまたそれをしっかりまたこちらも受け止めて、あの国会は11月末まで会期中なので、会期中は質問主意書が出せるので、まあ、行政交渉もさることながら質問主意書をしっかり出していきたいというふうに思っています。また事務所の方で対応して、私も書こうと思っていますので、またこういう質問主意書を出したらとか、こういうのをやったらっていうご教示をぜひよろしくお願いします。で、私自身は今日ちょっと予算委員会で質問に立つんですね。で、集団的自衛権と後方支援、まあ、辺野古、それから選択的夫婦別姓や、まあ、女性の活躍に関すること、それから火山活動、仙台原発 の、 あの火山活動のことなど、まあ、あのポイントはしっかり聞くぞというふうに思っています。質問あの頑張りますが、ちょうど3時から4時ぐらいの間なので、申し訳ない、あの行政交渉に直接あのずっと出席することはできないんですが、あの議論の結果をきっちり聞いて、それを今国会での今後の行政交渉や、それからも質問主意書を出すとか、こちらの方でちょっと仕分けをしてですね、しっかりあのフォローをしていきたいというふうに思っています。質問とまた行政交渉、質問主意書の提出で頑張りたいというふうに思っています。まああのいつもこの活動を続けらっしゃる皆さんとしっかり連携してやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今お話しされたように、この後大事な質問があるということでございますので、まだもう退席ですね。はい、そういうことで、あのお忙しい中、会場に駆けつけてくださいました、福島議員です。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほど調査に関する質問がもう一方いらっしゃったというふうに伺ってますけども、いらっしゃいますか？あ、いないかな、大丈夫。もし、ではまた後ほど、はい、質問を受け付けたいと思います。続きまして、先ほどから、はい、あのお待ちしてくださっております山田先生に講演をいただきたいと思います。続きまして、住民の健康管理と健康調査のあり方について、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワークの山田誠医師よりのご講演でございます。どうぞよろしくお願いいたします。何にも資料がありませんで、いつもなんか忙しくて用意できないんですけど、あのもう一つはあのなるべくこう最新の情報を入れたいと思っていると、なんか新たなものが急に見つかったりして、資料の作り直しになっちゃったりすることがあるものですから、何もなしでお話しします。最新情報で、あのこれは、日本医師会雑誌という日本はあのほとんどの医師がこの日本医師会にあの加わっているんですけれども、この、まあ
医師会員に、配られる雑誌なんですが、これのですね、これに医師会の、常任理事会の、記録が議事録がまとめて載っているんです。それでこれにですね、7月2日7月2日の常任理事会だと思いますけれども、今年の7月1日の、第10回常任理事会というのの、記録が載っています。で、これを見てちょっと私も医師会員でありながらびっくりしたんですけれども、医師会は日本医師会は、2011年ですね、事故の起こった2011年の、7月に、文科省から呼ばれて、学校保健の観点からヒアリングがあってですね、そのヒアリングの際に、提出しているものがあるんです。で、日本医師会として、要求したのは、1、子どもを放射線被爆から守る次世代の命を守る施策、2番に検診、学歴移行も含む検診と保障、安心の、醸成のための施策、それから3番目に健康教育の実施、子どもの健やかな成長のための施策、4番に、復興構想会議による復興への提言との有機的な連携と実践と、ということでですね、最初から健康調査だとか健康診断をやれということを、要求しているんですね。で、この報告は、この理事会での報告は、例の第7回東京電力福島第一原子力発電所事故に、伴う住民の健康管理の在り方に関する専門会議という、いろいろ評判の悪い、本来福島県以外のことも、議論する会であったはずなのに何もやってないと、いうことなんですけど、この会について非常にこの医師会の代表で出ている石川さんという人が、不満を持っているということがここで述べられています。で、それはですね、一つはこの専門家会議に大阪大学の祖父江っていう甲子園生の、教授が突然出てきてですね、それで、検診のデメリットについて、言ってるんです。で、これはですね、健康診断にはメリットもデメリットもあると、いうことで、だからそのデメリットを考えなきゃいけないっていうのを、今前立腺がんの検診でやってる PSA っていう、いろいろ話題になってる検診があるんですけれども、それを例に出して、デメリットもあるということを言ってるんですね。で、これはですね、私なんかは非常に心外であって、私はおそらく日本で、今の健康診断って、ほとんど意味がなかったり有害であったりするものが多いんだということを最初に書いた人間だと思うんですけれども、筑波書房から子どもの健康診断を考えるという本をもう20年ぐらい前に出してまして、それで、日本では膨大に健康診断が行われている。で、世界でこんなに健康診断が行われているところはないわけで、例えば人間ドックなんていうのもこれは日本で発明されたものであって、大体外国ではやってないんですね。で、やるとするとちゃんとこうやったことのメリットとデメリットみたいなことをちゃんとこう調べるということをやるん で、これはこれももう20年近く前になると思いますけれども、アメリカとカナダとがプロジェクトを組んで、検診の必要性みたいなものをやったらですね、ほとんどもうやってる検診が意味がないということが出て、ところが日本ではですね、今の現行の検診の、見直しみたいなことをやったのは帝京大学の甲子園生の矢野さんっていう人だけで、この人は本を出してるんです。で、この人たちがプロジェクトでやって、出したものっていうのは毎日新聞やなんかに割合大きく載ったりしたんですけれども、実際今全国で、成人の、特に40歳以上ぐらいの人の検診やってますけれども、
例えば心電図とかそれから肝機能の血液検査とかもうほとんど意味がない、何にも見つかってない意味あるものが見つかってないことは分かっていて、これはもうお金の無駄遣いだっていうのははっきりしてるんです。でところがですね、私その帝京大学の矢野さんって私後輩いたもんですから、大人の検診について一応こういうことで、まとめて出してくれて、批判もしてくれたけれども、子どもの学校での検診なんかについてはあまり検討がされてないんだけど、それをやるつもりはないかというふうに聞いたら、すごいその、検診批判の本を出して あちこちから叩かれたと。でお前はその検診屋を潰すつもりかっていうふうに言われて、今まあ検診産業っていうのがあってですね、検診で、もう大儲けしてる会社はたくさんあるんです。で医者もなかなか医療の方では収入が少なくなってきたので、検査センターみたいなものを自分のところで作ってですね、それでどんどん検査やって、収入を得てるというのがあって、だからこういう人たちにとっては検診利権ですから、これを批判されるっていうのは非常に困ることなんですね。で矢野さんも叩かれて嫌になっちゃったからもうやらないという、批判はしないという話になってて、日本ってのはそういう国なんです。だからもともとこのところ特に、例えばその、血圧ですとかコレステロールだとかいうのが学会が作ってる基準値がおかしいっていうか、大体うっと低いところにされちゃったので、膨大な数の人が病人にされて薬飲まされているというようなことで、一部批判はあるわけです。一部批判はあるんだけれども、そういうのに応えることはしないで平気でその無駄な検診やってきたんですね。でところが今回のように本当に必要な検診になるとやる意味がないと言ってやらないわけです。でこれはもうものすごい矛盾なんですよね。でだからこの医師会の代表が怒ってるのはこんなところで批判されたら私たちは一生懸命今までがん検診だとかなんかやってきたのにこういうのはどうなるんだっていう怒り方をしてるんで少し怒り方が困るんですけれども、どう考えても論理的におかしいっていうか、それで、やっぱりこの人がですね、もう一つ出してるのは千葉県の鎌ケ谷市の方から、ここの土地はホットスポットなのでホットスポットの子どもたちの検診をどうしたらいいかという相談がありました。昨年の秋に千葉県の旧市では市長の連名で子どもたちの甲状腺の検査をお金がないので国の負担でお願いしたいという要望書を出しているという事実があります。そのことも含めて発言しましたと書いてありまして、医師会の代表がですね、こういう住民からの要求をこういう専門家会議で出してるんですよ、ということなんですね。だから一つはやっぱりこう医師会の後押しをした方がいいという、医師会と連携した方がいい、こういう立場にあるということなら、で日本医師会はですね、今年の2月でしたか、シンポジウムをやって、東大におられて今上智大学に移られた島園さんやなんかがシンポジウムに出られてですね、でかなりちゃんとした今の状況を批判するようなシンポジウムをやったりしてるんです。で私はそれはやっただけであんまり反映されないかなと思ってたんですけれども、そうでもなくてちゃんとこうやって取り上げられているという状態です。でですから医師会のようなところでもちゃんと検診だとか健康調査が必要だということを最初から言っているわけです。でそれが医師会ぐらいの組織が言ってもやっぱり潰されるような大きな力が働いて、健康診断とか健康調査がやられてないということがあるというふうに思います。で今まで私はもともとその森永のミルク中毒の人たちの支援から始まって、水俣ですとか薬害ですとかいろんなところを見てきましたけれども、やっぱりそういうことのこう教訓が生かされていないっていう、特にその水俣病なんかの場合に
やっぱりかなり初期にきちんとした調査をやっておかないと、後で実態が分からなくなって後悔するというのはもう長い歴史の中で分かってきてるわけですね。で、水俣なんかでもやっぱりこう国が広範囲の調査をやったということは一度もなくて、ほとんど調査は自主的にですね、例えばその原田さんのような人が組んだ、チームが調査を行ってきたのであって、行政側がきちんとした調査をしたことはありません。ですから例えばその鹿児島県だとかなんかっていうのは最初からこう外れているという状態になっていて、被害の実態が全くわからないんですね。で、今回の事故も含めてですけれども、そんなに境界線で熊本県だけに被害があって鹿児島県に被害がないなんてことはありえないわけですし、特に海の事故ですからどっからなんて線が引けないということがあるわけですけれども、考えてみるとそういうふうにあえて調査をやらないことで、実態を小さいものにしてしまったというか、被害を小さいものにしてしまったということが、あると思うんですね。で、私は、さっき、海田さんがおっしゃった話を聞いていてもちょっと思うんですけれども、僕自身は個人としてはあんまりこう1ミリシーベルトとか5ミリシーベルトとかいう議論はやらない方がいいんじゃないかともともと思っているところがあります。で、基本的にはその、根拠がないということですね。例えば1ミリシーベルト以下なら安全だという根拠もないわけです。で、今まで例えばその森永だとか水俣だとかそうですけれども、例えば森永で、あれはヒ素入りのミルクを飲んじゃった赤ちゃんが中毒になったわけですが、どのぐらい飲んだか、要するに何缶飲んだかとか、それからどのぐらいの期間飲んだかとかいうことは一切問題にしていません。で、そういうことでは切れないから、とにかく飲んだという人は全員被害者ということになったわけです。で、水俣についてもこれはいろいろ限定しようとして、どの期間に飲んだかとか、どのぐらいの電源飲んだかとかいうことを国は設定したいわけですけれども、でも現実にはあの地域にいて魚を食べた人っていう人は一応被害者として認定されるというところまで来ているわけです。そうすると、今回の事故で言えばとにかく被爆したっていう事実さえあればですね、それはその、どのぐらいの量を浴びたとかなんかっていうところへ持っていかない方がいい。現実に僕は例えば1ミリシーベルトっていうのが通ったとしてもですね、実際にその1ミリシーベルトっていうのをどうやって、適用するかっていう、実際に今私が、福島に行ってもそうですし、それから、この日曜日に、私はその福島から避難している人たちの健康相談をやりましたけれども、郡山の人が、この間郡山の実家へ帰って、庭をいろいろ測ったら、ブッシュの部分ですけれども一番多いところで10マイクロシーベルトあったって言うんですよ。10ですよ10マイクロシーベルトあったんです。で、福島でも一部のところで12マイクロシーベルトくらいのところが出たっていう話がありますし、ということになると、でこれがですね、今日測ったところが1週間後に測って相変わらず高いかどうかっていうのは分からないんで、実際にそのこれは現地で線量を測ってらっしゃる方だと言われる東大の助教の塩津川さんなんかはずっと言われるんですけれども、面で動くっていうふうにこう言われてますね。こう流れるっていうか、こちらのここら辺にこう溜まってたやつがその雨やなんかが降ってこう流れていくとか、あるいはその土の表面にあった放射能がどんどんこう沈んでいってですね、地表で測ってもダメで、もっと深いところで測るとそこに放射能が入り込んでるとかなんかっていうふうに、しょっちゅう変わっていくわけです。で、こういう中で、例えば1ミリシーベルトっていうのをどうやって計算するかっていうですね、あるその個人についてあなたが1ミリシーベルト をその浴びているかどうかっていうのをこう判断するっていうことってとっても難しいことになると思いますし、現実に今でもその強制避難地域とそうじゃないところとの人の間でその賠償金やなんかの問題をめぐっていろんな差別だとか分断が起こってるっていうことを考えると、やっぱりもう福島県全体とか茨城県全体とかっていうふうに
被害地を大きなところで、指定してしまわないと細かく線量やなんかで指定すると無理だと思うんですね。でこれは健康診断についてもそうです。どのぐらいの地域でやるかっていうことですけれども、本来は東日本全体ぐらいを対象にして、やるっていうことを考えた方がいいと思います。でただ私はやっぱりこう予算だとかなんかっていうことがあって、今その医療費の削減っていうのは全体的にこうどんどん行われているところで、例えば東京でも今回喘息の子どもの公費の助成っていうのが事実上打ち切られると、高額に支払ってる人はその分の助成はされますけれども、ほとんど助成がなくなってくるというような形で、一般には抗がん剤なんかについての助成も打ち切られるという状況の中で、非常にその広範囲な調査だとか健康診断を求めるということになるとなかなか実現が難しいだろうというふうに思います。で、その実現が難しいのを待ってるわけにいかないというか、もうとにかく早く、調査だとか健康診断にかからないといけないと思うので、私としては例えば具体的には今、健康診断を、保険の範囲内で健康保険の範囲内でやれるようにする、健康診断というのは一般には保険が適用になりませんで、自費ということになってますけれども、その放射能に関してその被爆しているという人については健康診断を保険の範囲内でやれるようにしてもらうと、私たち、自主検診をやろうとしているものにとってはそれだけで非常にありがたいというか非常にやりやすくなるというようなことがあります。それから学校の生徒なんかに関しては学校検診を、拡充するというような形で、ただ現実には学校で、採血をするとかなんかということになると非常に大変なことになりますし、特にその、乳児だとかなんか乳幼児は採血をするなんていうのはすごい大変な作業になるので、そう簡単にはできませんから、主治医のところで、検査ができて、でその検査費用を、学校検診 の、 費用の中から出すとか、あるいはその、乳児検診という形で、無料でできる範囲の中に血液検査もできるようにするとか、既成のものに組み込むというような形にできると割合実現性があるだろうと思うんですね。ですから私はやっぱりその要求する上で、本当に必要なものっていうか、どのぐらいの時期にどれだけのものが必要かっていうことを割合はっきりさせた上で、実現性のあるプランを、国の側に提示してやるっていうか、やっぱりやりやすい、方法というのを考えてやるっていうことが必要だというふうに思います。で具体的にはいろいろありますけれども、もう一つせっかく時間があれだからですね、これはこの有名なこの一面全部使った政府政府高校の 大広告ですけれども、これ、この前、委員会館で交渉があったときに環境省の、役人に、これについてどう思うかって聞いたら、自分たちは全然関わってないので知らないという話で、だから関係者も知らないというか誰が作って何が根拠になったのか分かりませんけれども、こんなものにものすごいお金が使われていてですね、でこれを検診やなんかにちゃんとこう回してくれれば、かなりのことができると思うんですが、この中でですね、私がその時聞いたのもここにですね、例えば100ミリから200ミリシーベルトぐらいの放射能を浴びた時の
その発がんリスクっていうのは野菜不足と同じだって書いてあるんですね。でこれがやっぱりこういうのにちゃんと皆さん引っかかってもらわないと困るんで、野菜不足って何だっていう、ものすごく漠然としたもんですよね。自分が野菜不足かどうかって言われてちょっと分かりにくいと思いますが、まあ、全然野菜を食べないっていう人から、それからその平均よりも食べないっていうぐらいの人までですね、とにかく非常に漠然としている。でこれはですね、野菜不足だけじゃなくて、例えば運動不足っても書いてあるんですね。運動不足っていうのをどのぐらいのものを運動不足かっていうのが分からないんですね。で非常に広い範囲ですから、そんなにリスクが限定できるっていうか、これは非常にはっきり書いてあるんで、ね、野菜不足だとリスクは普通の 1.06 倍だと書いてあるんですよ。でこれはどこにこういう調査があるのか分かりませんけれども、私が調べた範囲ではこれは、佐渡俊彦というあんまり人じゃない放映研の人ですが、放射線は本当に微量でも危険なのかっていう本がありましてね、これに野菜のことが出てます。これはですね、ちょっと面白い本で、野菜の中にも発がん物質がいっぱい含まれてるっていうのが書いてあってですね、それで、だけどだからどうもこの根拠は、日本人が野菜が少なくなって肉食が増えてきたと、それで、例えば大腸がんのようながんが増えたっていうふうに言われてて、これは肉食が増えたせいではないかと言われてるんですね。仮説ですよね、はっきりしたわけではありません。で、それとここに書いてあるのでは、菜食主義の人が、がんの発生率が少ないと、ということで、そうすると、野菜の中にも発がん物質あるんだけれども、なんかそれを抑える物質も野菜の中に含まれてるからだろうというような、極めて曖昧なものなんです。それで、そもそもそういうその非常に曖昧なもの、タバコについてだって、そんなにこうはっきりとした害というのが証明された論文が あるわけではなくて、でそういうことも含めて非常にはっきりしないものが例示されて、それと比べた上で、放射能が非常にリスクが少ないというふうに書いてあるんですね。で、この本の中でこの佐渡俊彦がこんなふうに言ってます。原発事故によって環境中に放出された放射線による発がんリスクの増加に関する議論は、通常の生活をしている普通の人が生涯の間に約 30% あるいは 20% の確率で自然発生のがんで死亡するという現実のもとで、それらの放射線によってわずかに上積みされるかもしれない発がんリスクをどのようにして検出あるいは評価するかという問題である。このような問題に対しては正確に答えることがいかに困難な課題であるかは容易に想像できることであろうと書いてあって、非常に困難なんです。だから、関係がないとも言えないんです。その関係性を見るっていうのが非常に難しいと。で確かにだからロド・ブラッドっていう、最初マンハッタン計画に参加して、途中で、もうドイツが降伏してしまったから原爆を作る必要がなくなったということでマンハッタン計画から引いちゃった物理学者がいるんですけれども、彼が1980年代に書いている本の中で、放射能による健康被害を実証するには100万人単位ぐらいの調査が必要だろうと、そのぐらいの規模で、きちんとした比較をしてですね、統計的な比較をして初めて出てくるようなもんだということです。ですから今その福島 その甲状腺がんの問題もそうですけれども、その甲状腺がんをその比較するデータをちゃんと取ってない、対象をきちんと取ってないから、だからある意味で水かけ論に終わってしまうわけです。でアメリカなんかは割合きちんとした、その10代ぐらいの人の甲状腺の発生率の調査なんかもしてますから、そうすると大体、まあ100万人に20人ぐらいにはなるんで、今言われてる100万人にその1人とか2人とかいうのは、これはもう本当に小さな年齢の子どもの話で、思春期ぐらいになる と、その何十倍かぐらいにはなるはずなんですけれども、まあ、それと比べても福島の状況は多いというふうに言えるわけで、
そうすると日本でのきちんとした対象を取った調査をやってくれないとはっきりしたことが言えない。で、まあ、なんていうかな、その福島の現地の人たちにとってみればやっぱりその被害が少ない方がいいわけで、で大丈夫だって言ってもらえればその安心できてしまうというところがあるわけですから、そういうことも考えるとやっぱりきちんとした調査というか、ある意味その科学的と言えるようなデータを持って、臨まないとダメで、そういう意味ではその今 の, やり方ではいつまでも水かけ論に終わってですね、それでそういう間にどんどんその、現地の人たちは放置され諦めて、まあ避難している人はだんだん帰っていくという現実が あるだろうというふうに思います。というようなことで、あんまり、具体的な話ができませんでしたけれども、少し聞いていただいてお答えした方がいいかと思いますから、私からのはどのぐらいにしておきます。ありがとうございました。お時間も許す限りになってしまいますが、具体的なお話は質問されてからということでございますので、何かご質問がある方らいらっしゃったら手を挙げて、はい、じゃあ今マイクをお持ちします。すみません、一番後ろの男性の方、はい、一番後ろの男性の方です、すみません、お願いします。はじめまして、貴重なお話ありがとうございました。福島の方からですね、自主避難をしているものなんですけれども、先ほど先生1ミリシグルで区切ることはできないというふうにおっしゃって、まさしくその通りだと思いまして、最初は原発が爆発してですね、まあ、家族で逃げたわけですけども、それまでにやはりちょっと喉の痛みとかですね、さまざまな症状が出たんですね。それで、まあ、横浜の方に避難しまして、それから、まあ、しばらく様子を見てたんですけども、私と妻は行ったり来たりしたんですけども、やはりそのチェルノブイリで、まあ、支援に行ってる方とかの声を聞きまして、まあ、鼻血とかですね、あるいは皮膚の炎症とかですね、さまざまな症状が私の家族に入ってて、これはやはりちょっと危険なんだと思って、妻も子供たちは横浜に、避難させているわけでございますけれども、まあ、そんな中で確かに一日で区切ることはできないなというふうに思いました。それで県の方からですね、あなたはそのどれぐらいそのどういう場所にいましたかっていう調査があったわけですね。で、私も、まあ、素直にですね、まあ、これだけの期間の時はこっちに いわけにいたと、そしてこっちの方は横浜にいたとか、そういうもう、まあ、半年、3ヶ月ぐらいのデータですかね、それを出したわけですね。まあ、実は初期被爆でどれぐらいしたかっていうのは分からないわけでございますけども、まあ、それを出したらですね、県の方からですね、回答がありまして、あなたはこれぐらいの被爆をしましたと、でもこれぐらいの被爆では絶対に健康被害はありませんと、ご安心くださいというのが返ってきてですね、だからこれはもうまさしく健康被害がないということの証拠取りと、まあ、このぐらいの占領では絶対起こらないということの証拠取りのために行われているんだと思ったんですね。で、まあ、そのためにも私たちはこれはもう絶対に協力しちゃいけないなと思ってですね、実際も県の方も信用しないことになったんですけども、まあ、そんなわけでございまして、まあ、今ネットで見れるんですけども、先ほど佐藤いわき市議会議員にも申したんですけども、いわき広報というものがありまして、それがまた送られてきたんですけども、その広報の中に健康教室というものが、市民の健康教室というものがありまして、いわき医師会がこう書いて出してるんですね。それで今月がですね、10月もですね、鼻血の話ということがございまして、ここに書かれているのはですね、まあ、漫画「おいしん坊」のことで、まあ、福島で鼻血騒動があったことは記憶に新しいところですが、果たして福島県の居住可能な地域の放射線被曝で鼻血は起こるのでしょうかということなんですね。これは例えると胸のレントゲン写真を撮ったら髪の毛が抜けてしまうと騒ぐことと同じであり、医学的にありえないことです。放射線被曝で粘膜から出血するのは大量の放射線被曝による急性放射線障害のみで、当然ながらそれは鼻血にとどまらない重篤な状態です。まあ、このように、まあ、急性障害だけだというふうに決めつけてですね、低線量のそういうことはありえないというふうに、まあ、見解で出している。しかもその後にですね、
誰もが情報を発信できる時代であるがように、このような騒動は今後も繰り返される可能性があります。情報に踊らされず、知見に基づいた意味的な意見に耳を傾け、冷静で客観的な対応をしていくことが求められますと書いてあります。これはもう一方的な見解だと私は思っているんですね。この辺をですね、先生、医師会に対してこれ何か言うことできるんでしょうか。すみません、ちょっと長くなりましたけど。ですね、地元はまた別になっちゃうと思うんですね。だから日本医師会っていうのは全国の医者の集まりですから、だからあんまりその福島のことでどういうふうに言っても利害がないという、利害関係があんまりないから、割合こう正しいことが言えるんですね。で、現場はやっぱり違うと思います。だから特にその福島県全体がやっぱり福島県は大丈夫だっていうことで統一して動くっていうことになってますから、その医師会といえどもそういうで、やっぱり現地で、市民の支援をしてくれてるお医者さんたちと話してもすごくやっぱりやりにくいっていうか、私たちのように外にいる人間と現地で動いてる人たちとはすごくやりにくいって、いうふうに思います。で、私なんかもやっぱり福島へ行った時に福島の人たちと話す時っていうのはやっぱりそのなんていうかすごい大変なことがこれから起こるから心配しなきゃいけないよっていうふうになかなか言えないんですね。初期の頃はやっぱりこういう心配なところにいるのは大変だから逃げた方がいいですよっていうふうに言えたんですけれども、やっぱりこう今は不安を持ちながらもその残るしかないっていう人たちの中でやっぱりこうある意味こう安心な情報も差し上げたいというふうに思うと結局そういうのってエイトスの問題じゃないかとか言われちゃったりするんですけれども、やっぱり現場は複雑だっていうふうに、思います。で、だから、いわきの医師会なんかもそういうその、現地の中でどう動かなきゃならないかということがあって、その中でそういうふうに言ってるんだと思うんですね。で、鼻血問題難しいんですけれども、鼻血については結局そのあれが放射能のせいかどうかっていう黒か白かっていう議論に変になってしまったところが問題で、放射能による健康障害っていうのは結局よくわからないんですね。で、だからある意味であらゆる症状があり得るんです。これは放射能のせいではないって言えるものがないっていうぐらいあらゆる症状があるんですね。ただ説明できるものと説明できないものとがあるんです。ですから例えば鼻血について言うと、その非常に光線量を浴びた時にその鼻血が出てそれが出血傾向だとかなんかの始まりだとかなんかっていうのは広島なんかでの経験もあるんですけれども、今起こってるものについて、じゃあそのどういう理屈で起こるか言ってみろって言われると非常にこう困るというところがあって、ですから私たちもその、最初にあそこで、健康相談を始めた2011年の6月頃にやっぱり鼻血で相談に来られる方がいると、やっぱり経過を見てですね、これがその長いこと続くとか他の症状がどんどん出てくるとかいうことだと大変だけれども、そうじゃなければ、心配しなくていいでしょうっていうふうに答えるしかなかったんですね。で、それはだけど決して心配がないと断定したわけではないのであって、今はやっぱりこう慎重に見ていくしかしょうがないということでですね、だからその分からないということ、分からないからちゃんと調べていかなきゃいけないし、ちゃんと追跡していかなきゃいけないということを広く共有できないと議論が非常にこうおかしな方向に行ってしまうというふうに思うんです。で、ですから最初に言われましたけれども、その、当時の線量を調べるっていうのもですね、全くあれはあなたは大丈夫だっていうことを言うためにあえてやられたもんで、私はその浪江に住んでた友人がいるもんですから、ずっとその送られてくる健康調査やなんかもみんな表やなんかを見てましたけれども、で、あれは改正率がすごく悪くて結局3割ぐらいにしかならなかったはずですが、やっぱり多くの人はこんなものを出してもしょうがないって見た途端に思ったみたいですよね。
で回収されなかったんだけど、僕はその浪江の友人にこういうものは実際これからいろんなことが起こった時に保証やなんかを求める時に証拠になるものがないとやりにくいから、こんないい加減なものでも証拠にはなるから出しといた方がいいと。ただそれについて向こうがなんか判定して言ってきたことについては全くそれは信用しない方がいい、あくまでもそのこれからの資料だと思って出した方がいいというふうに言ったんですけれども、そういうことがずっと行われています。だから例えばそのどこに住んでいたと言っても、さっきも言いましたように一軒一軒隣とうちとで、10倍ぐらい線量が違ったりするとかなんかっていうことがゴロゴロしている状態の中で、ある地域を平均的な線量で言ってですね、それで計算して出されたものなんていうのは全く当てにならない。一軒一軒調べてあるなら意味があるわけですけれども、そうじゃないとほとんど意味がないわけです。でもやっぱりあれが象徴するようにそういういい加減なことがずっと行われてきたっていう、ですからそれは私の1ミリシーベルトにもつながるんですけれども、その1ミリシーベルトって言った時に、どういう線量を参考にしてその1ミリシーベルトの計算をするのかっていうね、本人の被曝量みたいなものを計算して認定することになるわけですね。おそらくこれはやっぱり認定の問題として考えなきゃいけないと思うんです。要するに認定をする上で、被害者として認定する上で、あるいは被災地として認定する上で、線量を使うか使わないか、線量で切るか切らないかっていう問題であって、私はそのやっぱり線量で切ったりすることができないというか、そういうふうに汚染されたわけではなくて、汚染の状況は非常に複雑ですから、だから広域に指定するしかないと思っているということにつながるということです。はい、では今手を挙げている方で最後に、あ、2人いらっしゃいますね。あ、すみません、じゃあ後ろの方で申し訳ないですけども最後にさせていただきます。すみません、申します。今の方の質問の答えでちょっと関連することを一言言いますが、線量を測っている、外部被曝の線量を測っている福島県 でそれ実はですね、外部被曝量というのは中西純子さんという方の本を読んで初めて分かったんですけども、すでにそれを我々が持っている線量1ミリシーベルトにです、ね、0.6 かけて減らして割引した線量だそうです。それ一言、それで質問なんですが、最近長滝委員会、環境省の委員会でその先生もおっしゃった過剰診断、過剰治療の問題が、途端に言われ始めて、祖父江さんという前の眼研の先生が今京大でしたっけ、大阪大学の先生ですが、今の福島でやっている甲状腺がんの検診は過剰診断、過剰治療の可能性があるということを散々主張しているんですが、私に言わせると眼研が盛んにやってる我々に対するそのがんの早期発見運動をね、散々やってることを自分たちを否定してるのかと思うぐらいなんですが、私が伺いたいのは、その福島で甲状腺がんが過剰だ診断だというようなことについて、先生いろいろ医学雑誌をお読みだと思うんで、何か専門雑誌にですね、まあ論文はないと思うんだけども、レターとか公式的に投稿されてるんでしょうか。ちょっとそれだけ。ランセットに日本から投稿があったのはご存知じゃないですか。あ、甲状腺がんの検診、はい、甲状診断。あ、そうですか。最近ですか。もうだいぶ前です。ランセットっていう世界的な医学雑誌に甲状診断っていう投稿がありました。子供の甲状腺がんについて。そうです、いや福島の今の状況について、過剰診断の疑いがあるという。その筆者はあの中で、過剰診断だって言ってる人津金さんとか、津金さんじゃないです、そうです、それより前に言ってましたでしょう。誰だよ
鈴木健さん、渋谷、渋谷さん、あ、渋谷さんね、うん、あ、渋谷さんはランセットに投稿したと、ランセットに投稿したんです。ああ、そうですか、はい、あのほんの短い、10行ぐらいの、あの本ですけど、あ、投稿はしています。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。いろいろお伺いしたいことはあるとは思いますが、お時間ももう1時になってしまいますので、ここで締めさせていただきたいと思います。ご了承ください。山田医師に、お話を伺いました。ありがとうございました。すいません、先ほどの報告の中で、一言、補足をさせていただきたいと思います。お願いします。すいません、中山です。先ほどの報告で時間がないところで恐縮なんですけども、ちょっと補足をさせてください。今回の調査なんですけども、この一覧表に出ているようなデータについては、もっとも膨大なデータがあったんですけど、今日も来ておられます江東区議の中村さん、受付されておられますけれども、を通して江東区議会の議会事務局を通して各自治体に調査をかけて、その集計をしたと。でさらに、それをまあかなり大幅な整理をした上で、小金井市議の片山さんが、各自治体の、まあ、いろいろなネットワークを通して、この会員内外の議員を通して各自治体の情報を取り寄せて、それをまた反映させて整理したというものです。ですから今日来られている方で、その我々の調査に応じていろんな協力されてくださった方々もいらっしゃると思うんですけれども、この場を借りて、お礼申し上げたいと思います。それから、まあ、こういったような調査が我々自治体議連として自分たちがやれることの一つであると思いますので、今後もこういったようなことを続けていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後に続きます。政府等への要望書の確認を皆さんと共にさせていただきたいと思います。要望書の読み上げを、自治体議連の幹事であります豊島区議会議員の山口喜久子より読み上げさせていただきます。お願いします。皆さんお疲れ様でございます。それでは、文書の読み上げをさせていただきます。内閣総理大臣安倍晋三殿、復興大臣竹下亘殿、環境大臣望月義雄殿、厚生労働大臣塩崎正彦、原発事故被災者にかかる生活住宅支援健康診断及び健康影響調査医療支援を求める要請書、原発事故子ども被災者支援法推進自治体議員連盟、福島原発事故から3年7ヶ月、原発事故被災者は今なお13万人余りがふるさとを追われ、家族や地域が分断されたまま全国の応急仮設住宅などで避難生活を強いられている。福島県避難者移行調査の調査結果によれば、避難者の6割以上が住まいについて不安を感じ、4割以上が仮設住宅等の入居期間延長を求め、また4分の1が仮設住宅等の住み替えについて柔軟な対応を求めている。また放射性物質汚染対処促進法に基づく汚染状況重点調査地域として指定された市町村を中心に、子どもや住民に健康調査が実施されないことへの不安から、自主的な甲状腺検査などの動きが広がっている。東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律以下法は、被災者の支援対象地域からの移動の支援、移動先における住宅の確保法第9条、定期的な健康診断、健康への影響に関する調査法第13条第2項、子ども及び妊婦やその他被災者への医療の提供や費用負担の減免法第13条第3項等、施策を講ずることを定めているが、政府の被災者生活支援等施策の推進に関する
基本的な方針や被災者に対する健康・生活支援施策パッケージは法の趣旨から逸脱しているため、政府の不作為に対する被災者の不満や批判の声が上がり広がり、法の実現を求める動きが始まっている。本議員連盟は法の基本理念に基づき、原発事故被災者にかかる生活・住宅支援、健康診断及び健康影響調査、医療支援等以下の具体的施策の実現を要請する。1、原発事故避難者の生活を総合的に支援すること。1、国は避難者の意見を聞く機会を速やかに設けた上で、生活再建、医療福祉など原発事故避難者を総合的に支援する新たな立法措置を行うこと。2、避難先の地域特性や避難者のニーズに応じて自治体が講じている施策についても国が適切な支援を行うこと。2、国は避難者の住宅確保のための本格的な施策の実施や新たな立法措置を行うこと。1、災害救助法に基づく仮設、みなしを含む住宅などの応急的な対応で1年ごとに延長するという運用を改め、新たな立法措置において避難者への住宅供与期間を相当長期化させ、避難者の意向や生活実態に応じて更新ができ、柔軟に住み替え転居を認める制度とすること。 ② 国による新たな立法措置においては、避難者の意向や生活実態に応じて新たに避難を開始するものも含め、避難、帰還、帰還後の再避難を柔軟に認め、国の直轄事業として住宅供与等を行うこと。 ④ 国は借り上げ住宅制度の打ち切りを前提にした公営住宅への入居方針を見直すとともに、有償の住宅への移転・切り替えの斡旋をやめること。 ③原発事故被災者への定期的な健康診断と医療給付の実現、事故由来の放射線による健康影響に関する調査及び医療支援に関する新たな立法措置を行うこと。 ① 国は原発事故被災者への定期的な健康診断と医療給付について、放射線障害検査のため心電図検査や回数の増など、学校検診の拡充、かかりつけ医での血液検査の実施、甲状腺検査も含め、現行健康保険制度の適用による医療給付の実現を図ること。丸2、事故由来の放射線による健康調査、健康影響に関する調査について、国の直轄事業として、福島県、および放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域として指定された区域において、継続的かつ長期的に実施するために新たな立法措置を行うこと。丸3、平成23年3月11日において、福島県および放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域として指定された区域に住所を有し、18歳未満であったものの事故由来の放射線に起因しないと言えない甲状腺がん等疾病について、医療費の給付に関する新たな立法措置を行うこと。4、法第14条、被災者の意見の反映の遵守、基本的方針の見直しを行うこと。1、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議の報告取りまとめについて、法第14条、被災者の意見の反映を遵守し、取りまとめに際しては、被災者からのヒアリングの実施と取りまとめ案のパブリックコメントを行うこと。2、国は法第14条、被災者の意見の反映を遵守して、福島県内及び汚染状況重点調査地域の住民など被災者からの意見聴取を行い、支援対象地域並びに被
基本方針の見直しを図ること、丸3、国は法第14条被災者の意見の反映を遵守して、被災者の意見を反映するため常設の被災者と協議会を設置し施策策定に参画させること、以上でございます。これは4号3にするのミスですね。あの2ページ目の2番の丸1丸2丸4になってますが、これは丸3でございます。失礼いたしました。ありがとうございました。この要望書を次に、提出をさせていただきたいと思います。それでは、第1部となりますシンポジウムの閉会の挨拶を佐倉市議会議員の大野博美より申し上げます。皆さんお疲れ様でした。この第1部では法律の面から、そして今山田先生から医療の面からいろいろ議論、私たちがこれから、被災者避難者が元の生活に少しでも、一歩でも近づけるように取り戻せるように、その目的のためにいろんな提言があったと思います。で、この2部午後からですね、非常に私たちが頭を抱えている厄介な相手を相手にしてここで対峙しなければならないんですが、その相手のことを面白く書かれた本を最近読みまして、今ここにいらっしゃるあの日野浩介さん、毎日新聞この本ですね、被災者支援政策の欺瞞、国は味方だと思っていたというこの本を読めば、これから第2部非常にドラマチックで面白いって言ったらちょっと弊害ありますけれども、これ私今朝来る時に読み出しまして、本当は押し上げで降りるところが三田まで乗ってしまったという非常に暴言ツイッターから始まる面白い本ですので、また国の、何が午後から来るサンドバッグのような若い官僚たちの後ろに誰がいるのか、何が潜んでいるのかがよくわかると思いますので、ぜひ皆さんご一読ください。そして午後まで残っていただいて、ぜひ政府交渉参加していただき、一緒に声を上げていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。長時間本当にご苦労様ですが、よろしくお願い申し上げます。ということで、一部を終了させていただきます。お忘れ物を、落とし物と言っていいのか、このノートをお預かりしてますので、私のところにございますので、心当たりのある方はお越しください。